はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター、まあ、とりあえず本気を出してやっていくということで、最強の黒魔導士パロムが出来上がりました。レベルは50で、まあ、最強といっても実は最強じゃなくて、レベル50でメテオを覚えたんですけど、まだ、ね、フレアを覚えてないんですよね。1個欠けてるのは、まあ、フレアだと思うんですけど、先にさ、フレア覚えて最後にメテオだったと思うんだけど、まあ、パロムはね、レベルさえ上げれば全部の黒魔法を覚えるんで、フレア覚えるはずなんですけれども、まあ、とりあえず50でメテオを覚えましたので、一旦これで進んでいきたいと思います。で、パロムのレベルを上げるために、ポロムとセシルはちょっと寝ててもらってるんで、まあ、一回メテオを見てみますか。せっかく覚えてまだ使ってないんで、早速敵が出た。パロム一人で余裕だから。では、メテオ。初披露。ちょっとね、詠唱時間がね、長いんだよね。で、黒魔導士はね、レベル上げがほんと楽。バイオのコスパがめちゃくちゃいい。バイオとなれば一掃できるんで、敵。で、しかもバイオは詠唱時間ないんで。メテオ。9999。これが、パロムの実力です。最強の10歳だっけパロムって。ちょっとわかんない。後で調べておこう。じゃあ、ここになんか炎があるんで、パロム出番よ。言われなくてもわかっている。ブリザード。今更そんな魔法唱えたってしょうがないだろう。もうブリザガをお前は覚えているんだ。まあでもこのくらいの炎だったらね、まあ、ブリザードで十分でしょう。ざっとこんなもんさ。おごり高ぶってはいけないと長老が言っている。いや、おごっていいぞパロム。お前はそれだけの実力がある。この年でメテを覚えたんだ。イデオスカルリミオネ。土のスカルミリオネ。セシルというものを侮れ。いやいやいや、セシルよりパロムだろ。メテオ使えるんだぞ。まあそれをゴルベーザー知る由もないか。アンデッドたちは、あの国権は聞きませんと。試練の山を登っている。パラディンになろうとしている。かわいそうなスカルミリオネ。何の情報もないばっかりに無駄死にすることになるとは。面白くなってきたな。いやいやいや、全然面白くないよ。もう一方的な虐殺だからね。蹂躙。四天王の一人、楽しませてくれるはず。このような、この間のような失態を見せておいて何を言う。ローザの見張りをしておればいい。大丈夫だよ、パロムがいるんだから。ちょっと起こすか。さすがに起きろお前ら。ハイポーションは、まあ、少し使ってか。ポロム196しかないんだ、ヒットポイント。しょうがない。あ、ちょっと見ておく、ステータスを。セシルの力が42、素早さ31、体力31なんだけど、まあ、いわゆるセシルでいう力が、パロマは知性のはずなんで、実は58ありますね。力、素早さ、体力も、まあ、クロマ同士にしては全然申し分ない。まさに最強。で、宝箱を回収しながらいきましょう。ポーション。で、セシル早いな。あんまり速度変わんない。で、やっぱバイオなんだよね。20で使えるし、即打つんで。詠唱ゼロなんじゃないかな、バイオは。メテオはね、やっぱ圧倒的な力を持っているけど、詠唱時間が結構長めなんで、そこはしょうがないかなというところですね。まあ、メテオを使うまでもないので、ハックアタック。めんどくせえ。でもこれ早送り。バイオで。そう、レベル上げもだからもうパロム1人だけ起こして、あとひたすらバイオ使えてれば全員倒せるんで。で、こちらトータル経験値が、まあ、今回ね2000とかあるんで、意外にね早くレベルも上がる。さて、山を登っていくとじいさんが現れた。テラ、セシル、メテオを求めて。いや、もうメテオは覚えてる。
まあ、セシラさっき寝てたかんね、メテを唱えたとき。メテを知っている。あの寺か。闇か、パロム。メテを見せてやるか、じゃあ、テラに。セシルのミハ。山へご案内している。ミシディアの子供たち、ギルバートやリディア、リバヤさんに襲われました。死にました。ゴルベーザの元に向かったはずでは。手持ちの魔法だけでは無理。封印されし伝説の魔法メーテを。あの魔法は危険ですって、まあ、確かにね、年だからね、まあ、パロムはまだまだ若いから。そうだ、めんどくさいんだよ。ジャンジャが使えばいいんだよ、メテオなんて。暗黒圏ではゴルベーザを助すことはできない。バロンを動かしてるやつがゴルベーザです。主悪の根源パラディ。待って俺、ゴルベーザ。まあ、とりあえずテラが仲間になって、まあ、的押し3人いるんで。てかさ、テラのレベルが51あるんだけど、どういうこと？これあれかな、パロムのレベルとかには合わせてあんのかな。一番レベル高っけんだけど。ただし弱いでね、知性とかも全然伸びないはずなんですよ。そう、知性20しかないからね、レベル1しか違わないのに。完全なる老いぼれだよな。全く役に立つ気配がない。7号目。で、左に宝箱あったね。ちょっと待って、バイオになっちゃってるから。テラ、お前に見せてやろう。これがメテオだ。ちょっと待っててくれ。唱え終わるまでに時間がかかる。メテオ。9999。どうだ、見たか、テラ。で、マジックパンまだ154あるか。オッケーオッケー。メテオ99使うからね、やっぱりそこはちょっとマジックパンを管理していかないと。またバックアタックかよ。多いな。80。やばい、ポムが死んでしまう。早く、てかこれ飛ばせばいいんだけどね。早くバイオを唱えなくては。いいね。で、ポロムはとりあえずケアルラを覚えてるんで、まあ、全然いいでしょ、ケアルラで。いくつ回復する？まあ、全然回復するよね。マジックパワーも30しかないけど。エーテル。エーテルはまだ売ってないよね。てか、エーテル売ってたっけっていう。バイオ。これで全然500とか普通に強いし、この段階では敵全体500は本当に一掃できるからね。フュシュルルルル、何か言ったでしょ。言ってねえよ。そう、テントじゃもはやマジックパワーが全開しないからな。コテージでしっかり回復しましょう。テントはヒットポイント1000、マジックパワー100だったかな、回復量が。さて、いきますか。ちょっと中断セーブはかけておこう。そこにセーブポイントあったんだけどさ。ほら、またどこで言ってんの、このなんか鳴き声だかなんだか知らないけど。リリスはね、経験値すげえ持ってんだよね。こいつが出てきてくれるとかなりレベル上げがはかどる。2体で5400だからね、バーサク覚えた。お、先っちょが光ってる。邪悪な気配。嬉しい嬉しいぞ、お前らを葬ることができて。いやいやいや、無理だから。死の水先人、水先案内人、ゴルベーザ様の視点の土のスカルミリオネ、アンデッドたちの餌の時間。餌はお前だ。お前に見せてやるよ、メテオの力。
これ9999で倒せんのかな、スカルミリオネ。この頃のボスのヒットポイントがわかんないけど、1万はないと思うんだよね、さすがに。なにー、あったか、なんだ、倒せないかと思った。ワンパン、これがメテオの力で、ちょっと一応パロポロは下げておきたいんだけど、いいか、その死んだら嫌なんで、ヒットピット1000あればパルマはさすがに大丈夫だけど。よくぞ私を殺してくれた。死してなお恐ろしい土のスカルミリオネの強さ、ゆっくり味わいながら死ね。さっきのメテオ食らってもよく言えんなこいつアホか。バックアタック、正体を見た者は生かしておける。崖から突き落としてくれる。倒し方が崖から突き落とすのか。行きましょうメテオ。こういう敵が1体の時はちょっとフレア使いたいよね、やっぱり。もうちょっとレベル上がればフレア覚えるはずなんだよね。9999ザー効果、経験値いくつ持ってる。3600とか少な。消えよ。というのもまあ味気ないんで、もう少し魔法を見てみますか。あ、隊列直してね。でスカルミリョーネは炎に弱いはずなんで、ちょっとファイガを一回打ってみますか。黒魔法ファイガ90か、弱えな。いくつ当たる。9999とか、強すぎる。なんて子供だ。テラ、お前はパルムを見て何を思う。あと一応他の魔法も見るは見ておきますか。クエイクをね、意外に早く覚えたんだよね、レベル的に。どれくらい当たるか、まあ、別に弱点とかはないと思うんです。てか90、本当に90しか当たんないんだ、弱すぎだろ。2730、全然攻撃力が違うな。2000じゃ死なない。あと普通にじゃあサンダカでも使ってみるか、まあ、トルネムとかさすがに効かないと思うんで。5000とかそりゃ倍だったらカンストするよね、1万超えてるってことだから。こいつ何回怒ってんだっていうね。じゃあいい加減先へ進んでいきましょう。あれない、直すものがない。毒消しとか俺持ってたっけ、拾った2つしかないな。あ、多分テラがアイスな覚えてた、もったいね。まあいいや。ではこのなんか光っているところに行きます。我が息子よ、あなたはこいつなんでここにいるんだっけ。お前の来るのを待っていた。今私にとって悲しいことが起きている。これからお前に私の力を授けよう。この力をお前に当たることで私はさらなる悲しみに包まれる。しかしそうする以外に術は残されていない。さあ血塗られた過去と決別するのだ。今までの自分を克服しなければ聖なる力もお前を受け入れない。打ち勝つのだ、暗黒騎士の自分自身に。セシルが2人。危ない、手を出すな。これは僕自身との戦い、暗黒騎士を倒す。やってやろうじゃねえか。1回攻撃で124、あといくつ食らうかで、てか600しかないからね、ヒットポイント。もしお前が本当のパラディンなら、早いね。
暗黒1回につき3回くらい攻撃できるよね。剣を収め耐えるのだ。いや俺は自分に勝つ。言ってみると300を切ったらちょっとハイポーション使いますか。ハイポーション回復量500のはずなんで、まあ一応ちょっと安牌を取って、まあまだ大丈夫。これだけでも攻撃できれば200切って大丈夫か。まあでもちょっと怖いからね。これくらったら回復しよう。でハイポーション500、あとはひたすら殴る。おお、危ね危ね、記憶になってたんだ。あ、そうそうそう、今更だけど、あれ装備できない、ちょっと待って、あれなくね、買ったよね盾は装備できないんだ。ファミコン版はね、あの盾買ってれば盾装備できたはずなの。ファミコンというかスーファミ版ね。まあいいや、とりあえずハイポーションだけ使ってまた殴るか。ようやく倒した。むちゃくちゃ時間かかったんだけど、よくやった。いやマジでよくやったよ。私の最後の光、ゴールベーザーを止めるのだ。いや後ろの3人めちゃくちゃ暇だったろうな。30分以上はかかったよね。もうめっちゃ倍速するけどさ、パラディンにレベル1に戻るからね。せっかく暗黒騎士レベル40まで上げたけど、また1から鍛え直しだ。しょうがない。大丈夫、あんたやっぱりこの感覚は懐かしい。テラ、思い出してきた。忘れていた魔法を全て思い出した。メテオ、光が授けてくれた封印されし最強の黒魔法メテオ。今更か、メテオ。さすがはテラ様ね。おいポルム、俺はもう覚えてるぞ。セシル、オイラたち行くぞ、ゴルベザの元に。あの光は僕を我が息子と。参りましょう、セシルさん。そしてパラディンへ。600、レベルは1。まっすぐ上がるっしょ。一応テラ魔法思い出したみたいなんで見てみましょう。まあ白魔法はねさすがにあれだけど、ホーリーだけ覚えてないのかな。ホーリーだけ覚えません。マジックパワーが結局90しかないし、あの知性も精神も20しかないからマジで弱いんだよね、レベルの割に。どうしようかなパロム、まあ、セシルのレベル上げついでにフレアも覚えさせるかどうか悩みどころ。
というわけでパロムがフレアを覚えました。レベルは55ですね。これで全部の魔法を覚えたはずなんで先へ進んでいきますか。例によってポロムとテラは寝ててもらって、セシルとパロムの2人で、レベル上げを行いました。セシルはちょうど40、暗黒騎士の段階まで戻りましたね。でパロムはレベルが55、さっきフレアを覚えましたのでこれで全魔法を習得しました。最強の黒魔導士完成で、またちょっと知性は63まで上がってるからだいぶ強いね。でセシルももうすでに知性22まで上がっててテラより知性高いからね。テラ超弱いよね。まあもう完全にジジイだからステータスの変化はもうほぼほぼないんだろうな。ヒットポイントだけで。じゃあコテージ使って、全員回復したのでここってテレポで出れた気がするけど、それはあれかな、出れねえ、歩いて帰るしかねえのか。まあいいや、歩いて帰ろう。こっからはもうサクサクでしょう。敵はもう全部バイオで一掃できるんで飛ばして飛ばしてバイオ、てか防御しとこう。これだとオートモードでサクッと降りちゃいます。で帰りはチョコボに乗って帰りましょう。というか今ちょっと思ったんだけど装備してねえや。セシル伝説の剣と服だけ、最強光の盾ガントレット、光の兜ナイトの鎧で、テラーも装備させてなかったんで装備させよう。で一応マジックパー回復させるか。でチョコボン乗っかってミシディアまで帰ります。さよなら。ミシディア到着。パラディンになれる者がいたなんてこれは変わらない。長老に挨拶に行こう。その姿はご覧の通り、まさかとは。二人には見張りを命じた。そんなわけだ。僕はあれだけのことをしてしまった、当然だ。でパラディになりましたと。山頂で授かった。イニシエよりミシリアに伝わる言い伝えと同じことが記されている。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。あの光は僕を息子と言っていました。あの光は一体何なのか。試練の山の光が何か、この伝説が何を意味するかはわしにもわからん。ミシリアの民はこの言い伝えのために祈れと代々言われている。聖なる輝きを持つ者を信ぜよと。やはりそなたがそのものなのかもしれん。一刻も早くゴルベーザーを倒す。テラ、試練の山でお会いした。弱いけどね。じいちゃんメテオを手に入れたぜ。パロム、お前も持ってんだろ。メテオの魔法が封印、封印と魔法メテオが解かれるほどのことが起きている。アンナの敵を討つ。ゴルベーザにやられた。憎しみで戦っては身を滅ぼす。今の主ではメテオは危険すぎる。セシル殿もパラディンとなった。二人の力を合わせればゴルベーザに立ち向かうにはバロンに戻り引く手を。デビルロードの封印を解きましょう。デビルロードを使ってバロンへ行きましょう。パロムとポロム、お主らの役目は終わった。終わってない。そうだよ。誰のおかげでここまで強くなれたと思ってんだ、パロム。オイラたちの力知ってるだろ。マジ、お前がいないと何もできん、俺は。いや、テラはいらない。デビルロードへパロンへ向かうのじゃ。私たちもあなたを信じてみます。ほんのわずかだったあなたの輝きは今はこんなに。
ま、買うもんは全部買ってあるんで、デビルロード行きますか。すげえな。演出が邪悪になってる。ここの音はより不気味になってんね。これ耐えられなかったらどうなの？普通に死ぬのかな？あれ下ってなんだっけ？トレーニングルームか。さてバロンに着きましたので今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。